うわ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 。めっちゃおしゃれ。これディレクターさんなり、目は超えてる方なんですが、今の5秒でやられました。こう、うずくまってしゃがむことをね、尊虚と言うそうなんです。純粋な和室庭園じゃなくて、かっこいいスタイリング。うわうわ。かっこいい。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。隣でビデオイターモーションデザイナーしてるクリエイターコニーです。ということで今日はですね、ボンのミュージックビデオが27日に出るみたいなんですけど、27日で合ってるっけ？ボンの MV が、リリースが27日にプレミア公開になるわけですね。そのティザーというのが一応予告編が見れるようになってましたので、こちらのサイト、YouTube の、リンク飛んで、予告編ティザーちょっとリアクションと、クリエイター目線での映像のクリエイターの目線での分析と、翔くん先ほどインスタアップしましたのでそちらを見ていきたいと思ってます。これが MV のサムネイルなんですけども、めちゃくちゃかっこいいね、モダンでね。なんとこれ雪山で撮った感のあるような CG で作ってきております。相当 VFX CG ゴリゴリだぞということで、ボンの BON なんだけど、これ木の模様っぽい感じになってるね。これも和な感じがしてめちゃくちゃおしゃれです。なんかやっぱ和洋折衷にするの難しかったと思うんですけど、あと M ステの先ほどのボンの披露がかっこよすぎてライブ配信したんですけど、改めて良かったところちょっとピックアップして見ていこうかなと思います。最後までついていってくださいということで、ナンバーアイ好きな方、ぜひぜひチャンネル登録まだでしたらよろしくお願いをいたします。今日ですね、見ていきたいのはいよいよこちらなんですけど、ティザーの方ですね。結構やばいらしいのでちょっと気合い入れて見ていきたいと思います。15秒なんですけど、 いわゆるティザーですね。はい、再生してきます。クリック。うわ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 、めっちゃおしゃれ。これディレクターさん、小玉さんの可能性ある。はい、制作会社も変わった可能性あるね。これめちゃくちゃおしゃれ。結構韓国とかアメリカのアーティストの MV も見るんですけど、かなり目は超えてる方なんですが、今の5秒でやられました。めちゃくちゃおしゃれ。ここがいわゆる 2D のアニメーションになっていて、盆栽のこの木がこう生い茂ってって、木からこう地面から出てきてなっていくみたいな。ここもちょっとノイズ感が乗っていておしゃれですよね。これパーティクルっぽい感じになってて、白黒の、はい、アニメーションで 2D のアニメーションでから入るわけですね。でこのメロディーがさ、もう和なわけですよね。尊虚の体勢で3人がこうやって正座ではないんで尊虚の体勢で始まって、これがこういう感じで始まるんですけど、メロディーがマジでゾワゾワするぐらいかっこよかったですね、入りがね、イントロがね。で、ここ気になってるんですけど、これどういうことですか？エキストラさん上で踊ってる。ちょっと、ピタッと状態なわけ。だからヒップホップも入ってるから、完全に和ではなく、まあ、言ってしまえば和洋折衷なわけだね。ここのライティングの入れ方もさ、で、エキストラさんもかなり海外の方とかも使いつつ、これドレッドの方とかもいるから、黒人の方もいるわけですね。うん。世界で受けるところは。で、マジでこの曲は、日本だけじゃなくて世界の方に聴いていただきたい。ヒップホップ好きのアメリカ人にも聴いていただきたいし、ヨーロッパでもアジアでも、うん。アニメの主題歌でもいいと思うんだよね。で、ここら辺、これジン君かな？眼差しが映ってるんですけど、目の寄りが。ここら辺ですね。盆栽なんですけど、M ステでもありました炎の演出が。ここら辺ちょっとダンスフロア連想させるような感じ。この光と影の使い方よね。色のコントラストもすごくおしゃれだなと思います。このエキストラさんのこの衣装とかもすごく今時でいいよねって思って。で、ここから炎になるんですけど、3人の後ろ姿かな。ここ一瞬ね、鈴の凛って音にめっちゃおしゃれなアーティスティックなショットを8枚から10枚ぐらいパッてコマ送りで見せてくるんですけど、めっちゃこれアーティスティック。うん。編集の方のおセンスもいい。ここら辺でダンスフロアに迷い込んじゃった感のあるジン君なんだけど、ちょっとゴートとブローヨーカバーと MV の、まあ、カラーグレーディングとか言ったりしますけど、色味を付け加える方、変わったのかなと思う。制作会社も違そうな感じがする。また全然別のルックスで。ここら辺は本当に六本木のクラブなのかっていうぐらい。あとロンドンとかかな、言ってし、一番ロンドンっぽい。イギリスいたんだけど、ロンドンのクラブこんな感じ。おしゃれ。ダンスフロアでね。DJ ブースとか。で、ジン君がこうやって口持ってやってるショットがあって、ここに目に映ったのが盆栽の植物なんだよね。で、そっ
ここもね、ゆっくり見るとね、メキメキ盆栽が伸びてきてるんですね。このフレームごとにちょっと再生しますね。メキメキこれ盆栽が伸びてる。これジン君の目だと思うんだけど。で、ここから自然のショット、ネイチャーショットが、もうこれ1フレームしか使われてないですね。一個一個のショット。写真ですね。1、2、3、4。で、これも盆栽の盆ですね。これもグラフィックのアーティストが作ったのかな。3、4、5、6。で、これ DNA とか含めてくるよね。すごい、ここら辺。もうジャパンの DNA ってことでいいんじゃないですか。で、盆栽のこれ、松なのかな、松ぼっくりなのかな、でここら辺も入って、渦巻き状の絵とかも入って、ちょっと和っぽい柄も入って、植物入ってますね。ここら辺は結構ランダムなショットなんですけど、爆発とか、結構自然ですね。海のウェーブとか、波とか、ここら辺植物、ちょっと生物学っぽい感じも出てきて、これがちょっと和な柄ですね。白黒でね。ここら辺が、もうほぼ十何ショット入ってるわけだね。全部ワンフレームで。そう。1秒のもっと下ですね、フレームってのはね。はい。で、ここがあって、上炎で始まるわけね。かっこいいな、この演出な。だから、盆栽なんだけど、炎と、やっぱ盆栽の植物の盆栽と、砂利。え、これ誰？かっこいいスタイリング。かっこいい。ちょっと。MV エディター、プロのエディターの心もくすぐられるかっこよさです。演出が。この辺いいですね。で、火に囲まれてるんだよ。四面楚歌なんだけど。で、歌詞で、邪魔者を一網打尽って言ってるんですね。それ、まあ、過去のこともそうだけど、今までの、葛藤とか、屈辱ではないか、苦悩をもう、拭い去って、今、向かっていく、世界に向かっていく、To be in the world with you って書いてあるんですけど、ファンと共に世界に行くっていう覚悟が込められているわけなんですね。そこら辺感じ取れそうですよね。で、こう、盆踊りしてるね、ここでね。盆踊りって、岸くん？めっちゃかっこいい。海外の、あれかと思った、俳優さんかと思ったよ。髪上げてるのね。で、ここら辺盆踊りしてますね。影がちゃんと映ってるよ、上からドローンで撮ってますね、これはね。で、ちょっと回しながら撮ったりとかしてるんで、ここのカメラワークもめちゃくちゃかっこいいですね。スタイリングは割とゴートっぽいかもしれない、今回は。で、これですね。まあ、ダンスフロアに迷い込んだとか、3人が同じ方向を見て走ってるんですけど、ちょっと岸くん、これめっちゃかっこよくないか？誰って思った？ティモシー・シャルメって思った。本当に、ちょっと海外の方の、セレブのような、アーティストのような雰囲気を感じます、岸くん。目がやっぱパッチリで。おでこ上げるとこんなかっこいいんですね。上げなくてもかっこいいんだけど。で、ここら辺がダンスフロアなんで、まあ、チカチカさせてますね。ライティングでね。ここら辺の演出も好きですね。で、それぞれが各々がこうダンス楽しんでる感じで。で、この和と洋の折衷の感じだよね。モダンなルックスのショットの合わせ方ね。若干暗いんですけど。ライティングの加減でメンバーの顔がこう、見えたり、見なかったりする。で、ここら辺、うわ、やばいなぁ。結構ね、セットのおセンスもいいわよ、今回。っていう感じで、ここら辺が、ジャケットが可愛い。スタイリングがやばい。今、髪染めたんですけど、平野くん。その前の、まあ、あれですね。もうフルブロンドの時に撮ってるわけなので、ここら辺も本当に、リエハタさん的な感じの、本当にかっこいいダンサーさんみたいな雰囲気してる方がエキストラさんで踊ってて、なんだけどメロディーは本当に和なわけだよね。ここの合わせ方、コンセプトめっちゃいい、好きだわ。で、まあ最初の 2D のアニメーションありましたけど、その後半部分がメキメキと盆栽の木が根がこう張っていく、木が出来上がっていくアニメーションで、ここだね。ちょっと梅の花っぽい、影絵っぽい感じになっていくわけだね。ここ。やばいね、ここのワンショットだけでね。ここがね、後ろの多分スクリーン、LED のスクリーンで映像を流しつつ、これ3人が踊る感じになってくると思うんだけど、スタイリング結構 Y2K でストリートっぽい感じなのよね。あえてなんだよね、これがね。和なんだけどヒップホップも入ってるからってとこでスタイリングはね。やば。あ、終わっちゃったけど、この次のショットから、ここ赤になるのめっちゃいい。キッドラロイ君と BTS のグクとセントラルシーが MV Too Much っていう曲やった時もこの似たようなちょっと影っぽい日本の梅っぽい感じの表現あったんですけど、こちらもめちゃくちゃいいですね。で、やっぱアニメーションで木の枝がこう生えていく感じ、根が張っていく感じがアニメーションされてて、ここもライティング結構こう上のスポットライトこう回してる感じ、顔に光が当たったり当たらなかったりみたいな感じですね。
で後ろからのショット、ここがちょっと SF っぽさもあって、あの宇宙船の中にこういった感じでね、日本の和室っぽいものがまあセットとして組まれていて、すごい、このエレベーターは宇宙船っぽいでしょ、スターウォーズっぽいでしょ、なんだけどちゃんとこの日本の庭園の柄が描かれてるわけですね、こう閉まるという感じですね。すごいよこのセットも、センスが良すぎる。でやっぱ MV ではこのアニメーションがね結構気になってくるんですけど、途中途中にこのアニメーションが盆栽の絵が出来上がってて、最終的にはこの絵が出来上がるで終わる感じになってくるのかなと思って、ストーリー自体もめちゃくちゃ楽しみだし、なぜこのダンスフロアに3人が迷い込んで一つの方向に向かっていくのかってところはそうなんですけど、まあ目指していくとこも同じだし、上に行くのみってところでしょ、だからエレベーターで上で上がっていくって感じなんですか、てっぺん目指すってところも入ってるんじゃないでしょうかと思うんだけど、下に上がるんじゃなくて上に上がってきますよってところだった。ここかっこいいな、純粋な和室庭園じゃなくてちょっと洋の部分も入れたヒップホップも入ってるからねのコンセプトになってるわけですね。でメインのところで多分翔くんがすごいアイソレーションをやるんですけど、最後この衣装で踊る感じになりますね、最後のダンスブレイクのところはね。で27日公開になりますと。ちょっとやばすぎねえか、やばすぎて私ちょっと発狂しそう、発狂してるねすでにここの演出めっちゃかっこいいですね。でこちらだったんですけど、今回の披露がめちゃくちゃかっこよすぎませんでしたか皆さんもう驚愕だよね。あの口開けながら見てたと思う、私は自分の顔見てたわけじゃないんです、口開けながら見てて今回のパフォーマンスを。何ってあのリリックが秀逸、かっこよすぎて、これキョンソという体制らしいんですけど、今日あの視聴者の方に教えてもらって、あの日本には正座ではなくてね、鬼人がね前を通過するとき うずくまってしゃがむことをね、尊虚というそうなんですね。両膝をこう折ってうずくまって、あの表をね頭をこう垂れて行う礼というのが、まあ、日本にはありますよねと、まあ、伝統的なあの言葉ですけどをして始まるわけだから、そこら辺も単なる正座じゃなくて尊虚にしたのもコレオグラファーさんのセンスかなと思って、ただただ私は口を開けて見ていた今日の M ステの披露を。でこの手の置き方とかもすごく上品だし、礼儀があるし、和の礼儀が入ってるし、でもハイライトをローライトにしたんですけど、ここ首をね一回転させて一回下にダウンするんですね。こういってからの上がった後がめっちゃセクシー、ここのここあの単に上がってくるんじゃなくて、もう指の先まで綺麗に一回転して回って、でリリックがオーダーがかっさらう、頑丈に閉ざした君のハートを奪う、まあ、ファンのこと言ってたりもするんですけどって言ってましたけど、地位名声よりも大切なもの、レッツゴーと。でここで、まあ、の1個前の EP ですけどゴーとか出てくる、史上最強で、あえてこれ動詞にしてんだよね、ゴーとね。で Greatest of all time なんで、一応まあなんか形容詞的な感じなんですけど、まあ、名詞的な感じなんですけど、史上最高なんだけど、レッツとつなげて俺ら史上最高でかましてくぜってとこなんですよ、地位名声よりも。で、ああでもこうでもない言いながら制作、ここがやばい、あえてシャミベンベンベンですね、はい、めっちゃかっこいいの出てくるんですよ英語で。やっぱ洋と和の和洋折衷だから、日本語の四字熟語とかも使ってるし、でこのカメラワークもめちゃくちゃ良かったよね、寄ったり引き寄りの塩梅が前回よりめっちゃ良くなって、ここの表情、横の表情、ヨウくんマジで今回岸くんも表情管理やばかった。でジンくんももうさすがすぎる、全員が表現力とかの世界観の作り方が上手くてびっくりした。なんか一回ガラッと M ステなのにあれみたいな、なんか作品を見てる感じになる、すごくのめり込んでしまう作品の作り方ありますよね、雰囲気の作り方で。盆栽なんかやっぱヒットなんだよね、サビのところはね、もっとでけえことしたいからみんなが溢れる My Life とか We Make 盆栽で、やっぱちょっと低音の高速ラップがめっちゃ好きだな、岸くんのね。なんか声質、声色をこう変えるのがめっちゃ得意すぎて、全然毎回の新曲で別人みたいです。でフェイクとかやっても、ブロイカバー、フェイクやってもよし、ラップやってもよしで、ここまでいろんな表現、引き出しのある方、なかなかいないと思うぐらいすごい。We Make 盆栽、3人の天才。で、サイとサイがね、天才、盆栽のサイと天才のサイが、まあ、ライミングっつって、ラップのこの韻を踏んでるわけですよね。ここら辺、日本語ならではの、まあ、アドバンテージというか、遊べるところだよね、リリックで遊んでる部分だよね。
で、ここが響いた。Not idol, no idol. アーティストだからみたいな感じですね。で、まあ今までの経験とかも言ってて、邪魔者をもう一網打尽にしちゃうんですって。かっこよすぎても。お兄さんたち私ついていかせてくださいって言って。で、世界を show bad boy。で、to be in the world with you って出てくるんですけど、ほんと世界を目指すっていうあの部分、覚悟が今回の歌詞伝わってきましたよね。で、ここ盆踊り入ってて、ちょっと照明もイエローに変わるんですけど、ああ、夕焼け盆踊り踊る1億人。日本を引っ張ってくれますよ。1億2000万人ぐらいだけど。1億人踊って、ここ盆踊りがようこんなにおしゃれになるよなと思って、振付師の方もさすがだし、めっちゃ綺麗にダンスのライン揃ってて。で、このさ、ジャケットの紐が、黒の紐が、帯がこう垂れ下がってて、ゆらゆら揺れるのも、衣装もね、スタイリングもいいですよね。これ、リック・オーウェンスのシューズですね。岸くんのパンツもリック・オーウェンスらしいんですけど、もうおしゃれなお兄さんが着てるブランドですよ。で、ここら辺ね、で、ジンくんセンターに来た時のここの感じもいいよね、盆踊りの。おしゃれなんだよね、顔の表情の作り方とか。ここの足の、岸くんのこの足の角度見てください。すごい、緻密です。で、結構寄ってくれるんですけど、寄った時のセクシーさと、このバイブスとスワグな感じ、いいですね。ヒップホップも体現しつつ、ちゃんと和をジャパンを背負ってくれてるところが。結構下半身のステップ難しいところ多いんだけど、ステップ感もめちゃくちゃ個人的に好きでしたね。で、3人寄った時のこの覚悟決まったたくましい表情がめちゃくちゃ最高で、やっぱ引いた時炎がね、何個も9個ぐらい置いてあるのかな、置いてある感じなんですけど、半円状になってて、炎燃えてるんですよ。ここら辺の演出も M ステさんありがとうって感じだね。で、ここら辺育てた盆栽が売れる No Tax、 税金もかかりませんの No Tax なんですけど、一回ここちょっと配信でも言ったけど、ブロー用カバーっぽい、手をこうクロスするところちょっとダウンして足屈伸する状態で行くんですけど、こっからの振り付けめっちゃいいですよね。で、正面行って3人いいね、この表情ね。またブロー用カバーとまた違った見せ方で、うん、覚悟だね、たくましさと覚悟。迷ってる暇ないし、この曲お前が勝ち決めるんだって、世の中の人とかファンが決めることで、俺はただやることをやるだけみたいな感じを感じた。迷ってる暇ないし、goes on っていうの。life goes on っていうあのフレーズが結構曲のタイトルとかで洋楽使われるんですけど、何をしても人生は続いていくしっていうところなんですね。だからもう人生過ぎていくから迷ってる暇ない、ただやることをやるべきっていう感じで言ってますね。で、ここら辺ボンボンボンでサビがあって結構キャッチーですね。これ胸のヒットがね、めっちゃうまい、3人。そう、ヒットですね。ここポンポンポンに合わせてこれ開く。JO1 のメンバーもやってくれてましたけど、カメラワークここから良かったですね。岸くん異常に今回ね、口周りの表現がね、ちょっとアヒル口にしたり、うっていったり、あっていったりの使い方、表情の豊かさ、ジンくんもですけど、ちょっとね、口元に手を当てたりとかする 表現が、指先まで綺麗な方だから、ここら辺ぜひ注目してみていただきたいし、やっぱ黒髪一人いるってのは大事だなと思って、ジンくんがいるだけで、いるだけでとか、やっぱ3人はヘアカラーが違うから、そこら辺でも個性出てるよね。で、こっから辺からやばいんですね。はい。すごいです。で、最後一番やばいのはアイソレーションがあるんですけど。ここら辺とかがやばいね。端から端までシーン切る。街風、君 like 針金、ね、とか。で、あとは、ここら辺か。ちょっとライティングも紫になって、フォーメーションも結構ガチャガチャ変わるんですけど、さすがだね。うん、ここら辺もフォーメーション変わって、結構移動するのよ。ここから。横になってから、斜めの列になってから、縦になって、ジン君だけ右、左抜けていく。ってところで、翔君センターになっていくとこがある。ここら辺のフォーメーションもすごい。で、後半がウェストサイドとイーストサイドとか、もう、ここの東西、東から西へ、北から南へみたいな。で、ここら辺で、You're a bonsai, I'm a bonsai って言ってますけど、ここら辺もいいよね。盆栽って多分ダブルミーニングだよね。才能の才の方のあれもそうだし、まあ、天才って入ってるから3人自体は天才なんですけど、もうただただ上を目指していくってことですし、まあ、盆栽がこう出来上がってる MV のティザーを見ると、もう下から上を目指して世界の方までっていう勢いすら感じる盆栽のこのコンセプトだよね。では北から南へ世界行っちゃうわけですよ。Your bonsai, we're bonsai. ファンのことも言ってるみたいなこと言ってたけど、そこら辺も感じたね。With you とかね。To be in the world. ちょっとどっか言ってたけど、With you とか。ここら辺最後やばいですよね。はい。どっかでね、すごいアイソレーションがあるんだよね。ここですね。
2分2秒の後半、 We are bonsai の後に足から入って全身アイソレーションするパート分けてやるアイソレーションがあって、ここがめっちゃかっこよかった。で、終わり方も良かったね、ここら辺でね、最後ね、めっちゃ決まったと思って思いました。で、さっき翔くんのインスタがあったんですけど、M ステありがとうございましたと、帰ってご飯食べます食べまボンで、シャワー浴びて歯磨いて寝るボン寝るボンもう新曲のタイトルを使って Word with play ですね、 Play with word か、遊んでくれてますちなみにニューヘアどうでしたかということで、髪色めっちゃかっこよかったよね、うん、サングラスこういうちょっと Y2K なサングラスしてるんです、まあ、ローライトというちょっと黒を入れたんだよね、あの暗めのハイライトを入れて2色になってる感じで、今回のコンセプトにめっちゃぴったり合ってて、まあ何でも似合いますけどねっていう感じでインスタ上げてくれてました。ということで見ていきました。ぜひぜひ27日 MV 上がったらリアクション解説入れていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくおなしゃす、よろしくお願いいたします。ということで、また次回の配信でお会いしましょう。バイバーイ。 Thank for tuning in beautiful humans ということで、ザックサングショーで結構言うんですけど、 beautiful humans っていうのは、あのザックサングショー、3部構成で解説してますので、英語はあのの部分気になる方は、解説聞きたい方はぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、さようなら、バイバーイ。